あれ翔平さん、何やってんすか。お、お疲れっす。お疲れっす。どうした。いや、なんか珍しいもん持って、なんか珍しいことしてんなと思って。いや、本業じゃん。なんすかそのミット。これ知らないの。知らないっす。これもうめちゃめちゃ売れてるよ。マジっすか。アディダスのキャッチャーミット、すごっ。派手。めっちゃ派手じゃね。これなんすか、オールスター仕様かなんかの。ちょっとわかんないですけど。オールスターなのかオリンピックなのかわかんないけど、まあ関係ないかもしれないけど。すごいですね。ちょっとこれベイちゃんから仕入れました。ああ。いや、自分もキャッチャーですけど、ちょっとそれそそられますね。こういう感じ。ええ。でもね、なんかね、深くはない。ああ。まっちゃんの深いの好きじゃん。そうですね、俺は深くて大きめなミットが好きなんですけど。でしょ。でかさ的にはどうですか。でかさはでかい。あ、でかいけど、そんな深くない。ちょっと浅めかな。ちょっとここだと微妙に分かりづらいですけど、ちょっと光の加減的に。うん。あー、確かに畠山のあの甲斐選手の新しいやつとどっち浅いですか。あっちの方が浅いんです。浅い。じゃあ全然あっちの方が。そうそう、全然あっちの方が週間ぐらいかな。すごいですね。俺さ、この間買ったばっかなの。はい。キャッチボールしたいんだけどさ、やってくれる。あ、いいですよ。てか、あの肩入れからちょっとあれだな。はい。ビタ止めして。オンリーで。翔平さんのビタ止め。俺のビタ止め。翔平さんによる翔平さんのビタ止め。そうそうそう。オッケーです。じゃあ俺がちょっと投げればいいですね。そう。いや、めっちゃいいですね。いや、それの俺のために買ってくれたのかなと思って今ちょっと期待してたんですけど、若干。そう思った。はい。ありがとうございます。そうなんですよ。実はこれ、はい、まっちゃんのために、はい、買った。わけじゃねえんだ。違えよ。あれ違うよ。あれ違うんすか。違うよ。そうなんすか。違うよ。これ俺が今後ほら取材とか行くし、こうね、ピッチャーのこのねピッチングね、取ろうかなと思って、はい、あとまあね、まあいろんなグローブとか紹介することでさ、あ、なるほど、良さがわかるじゃない。あ、カタログで見たり、はいはいはい、じゃわかんないじゃない。あ、まあ、本業ピッチャーですけど、まあ、キャッチャーミットやら、そういろいろ持ってグローブの良さとかいろんなその中身とか、はい、勉強しようかなと思って。あ、はい、さすが YouTube 魂。そう、いつかね、これはまあ、ね、誰か欲しい人いたらね、あの買った値段の3倍ぐらいで売ろうかななんて。高っ。ちなみに値段いくらなんですか。これ19ぐらいですね。19。あ、19000ぐらい。まあまあミットとしては、まあ軟式のミットとしてはまあまあ妥当な値段なのかな。そうですね。ここですね。このウェアもいいでしょ。いいっすよ。どうしたの。これワッペの。ワッペだ。なんかいろいろ書いてますけど。そうです、読めないんでわかんないです。確かに、なんかいろいろ上下。あ、すごいっすね。上下っす。なんか腕にもなんか翔平 TV。 あ、ワールドペガスって書いてますね。背中はなんか書いてますか。背中なんもわかんない。あ、なんか書いてますよ。そう、翔平 TV、 俺は YouTuber だって書いてます、ね、よし。今日からワールドペガサスさんの、公式アンバサダーに勝手に就任します。勝手にですか。怒られます。怒られますね。怒られます。はい、ってことで、はい、ビタ止めしますんで。 OK です、やっていきましょう。お願いします。いいよ。はい。よっしゃー。いいよ。よし。あ、いい音。いい音だよね。もっといける？はい。はい。よっしゃー、OK。止まってないです。止まってないです。止めよう。はい、音が悪いね。スカスカだね、これ。スカスカだね。どうすか。はい。ああ。どうすか。ああ。めっちゃいい球だったんですけど。今いい球だった。はい。外の球がちょっとあれですか。いや、外、本当は外好きなんだけど、調子悪いっすね。外全然なんないっす。なんないっす。ああ、よど。どうすか。なんですね。ビタ兵は。ビタ兵。どう？ちょっとピタってますね。ピタってる。よっしゃー。あっ。そっちは難しい。インコース難しい。
球来るね今日だいぶ。はい、オレー、ちょっと引いちゃってますね。引いてます、引いちゃってますね。引いちゃダメ、引いちゃダメですね。ちょっとぶつけるぐらい。オッケー、音が音がね、メジャーリーガー風。こっちこの感じ。しゃがむのできねえんだよな。しゃがむのきついんだ。きついっすよね。きつい。わあ、いいぞ。今一緒。微妙やな。どう？引いちゃダメ？難しいね。ちょいぶつけぐらいでいいんじゃない？あー、いいっすね。いいね。あ、しつかれた。低めね。いいボール、ラスト。見とけよ、ラスト。あー、こっちはきつい。指やる、指やる。あぶねー、これ。ほらー、オッケー、答え。いいね、やっぱまっちゃん。いいね、いいっすね。あ、ごめんごめん。あ、どう？あ、確かに出ないっすね、新しい割に。あ、高いな。決め決め。おー、いいっすね、いいっすね。あ、ちょっと音が、どう？いや、いいです、いいです。出ないでしょ。出ないです。使いやすい。ゆるいのがちょっとまだあれかもしれないです。弟、弟。ちょっとコースが。あれ？ちょっと音が今。どう？いや、いいです。あー、ミスった。音が、音が、音が、いいんじゃん。でもまあ1キャッチングがやっぱいいね、音っていうよりは。いや、でもいいよ、飛びやすい、確かに飛びやすい、飛びやすい。新しいミットとは思えないぐらい飛びやすい。おー、いいね。チェンジアップ投げてきましたよ。おー、いいね。音が良かったっす。音が良くね。いいね。あー、ちょっと音が。ケットをもうちょっと作ってあげれば、多分もっと良くなると思う。やり方とかあるって言って。はい。自分で作る。肩っすか。いやー、もう俺とひたすらもうバッティングセンターで。そうですよね。もうひたすら取りまくる。おい。あー、いいっすね。取りまくって、取りまくって。あれ、カーブ。音が。鬼すら投げてた、鬼すら。曲がる前の。おお。いきなりはエグいっす。サンキューお願いします。サンキュー、オッケー。やっぱちょっと微妙だな。いいね。ちょっと微妙。ヘイ。はい、どうすか。いや、いいですね。いい。大きさも結構、俺好みの大きさというか、ちょっとデカめで、ちょっとポケット浅いですけど、でもなんだろう、全然飛び出ない。出ないよね、普通俺出るんだよね。いや、うん、そう思ったんですけど全然出なくて、しっかり皮もしっかりしてるし、そうそうそう、なんか薄いイメージがあったんですよ、俺アテネスって。ああ、はいはいはい。
でもそんなことなくて全然しっかりしてますよ、皮痛くもないし、あとはもうちょっと馴染んでくれば、うん、もっとその使う人好みのミットになるんじゃないかなっていう気はしますけど、使う人っていうのは俺好みってことですね。いや俺です。えまだ言うかデザインがすごいですね。すごい本当にすごい、デザインがよう考える、本当にすごい、アディダスすごい。でこちらベースボールタウンで販売されてまして、はい、あ、そうなんですか。でこれをちょっとこの URL、はい、リンクは、概要欄に貼っておきますんで、ちょっとチェックして見てみてほしい。見るだけでいい、めちゃめちゃ使いやすいです、うん、どんな感じか見るだけでもいいんで非常にいい、はい、ちょっと臭いもないし、そうです、草野球でちょっとキャッチャーをこれから始めようなんていう人には、そうそうそう、ちょっとこうデザインが奇抜な方が好きなのであれば、そうです、ありですね、うん、こんな3万とか4万とかしないんで、そうだ、2万ぐらいなんで、はい、すごいんで、新しいミットどうですかね。はい、この動画がいいと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、お会いしましょう。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV T シャツ、オンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Glorious light, two to half and fun, 逃げ道を